鎖骨下動脈とは、胸郭の上部を走行する、比較的大きな動脈であり、主に頭や腕に血液を供給している。鎖骨の下方にあることからこの名がある。右鎖骨下動脈と左鎖骨下動脈があるが、左右対称ではなく以下のような構造的違いがある。左右ともに鎖骨下動脈から分かれる動脈には、椎骨動脈、内胸動脈、甲状形動脈、 健康性動脈がある。鎖骨下動脈は、第一肋骨の外側縁から、液化動脈へと名前を変える。鎖骨下動脈はその騎士から、横方向に沿って走行し、全鎖角筋と中鎖角筋の間を通る。すなわち、動脈の上に全鎖角筋が、動脈の元に中鎖角筋がある。この間劇は、斜角筋隙と呼ばれ、ここが狭くなると鎖骨下動脈や、 腕神経層が圧迫され上肢の痺れや麻痺を起こすことがある。これを全社角筋症候群といい、強郭出口症候群の一つである。一方で、鎖骨下動脈は動脈とは異なり全社角筋の前を走っている。第一肋骨の縁まで来ると鎖骨下動脈は液化動脈となる。右の頸部を切開したところで、鎖骨下動脈や頸動脈などが見えている。 鎖骨下動脈は、全鎖角筋を基準として、全鎖角筋の裏の大痛部とそれより、中心側の大内部、外側の大スリーブというように3つの部分に分けられている。以下に、鎖骨下動脈から分岐する動脈を上げる。分子する4つの動脈の覚え方としてはツナ、綱、子、ロッケという頃合わせがある。鎖骨下動脈自体は腕神経層と並走し、 液化動脈として続いていく。鎖骨化動脈は、騎士、走行通路、走行の高さに関して個体差がある。右鎖骨化動脈は、多くの場合、強査関節の上で、腕頭動脈から分岐するが、強査関節の下から分離することもある。また稀であるが、腕頭動脈からでなく、大動脈弓から直接分かれて、食道の後方を走行する場合もある。 鎖骨下動脈から分岐する、甲上系動脈も変異が多いことで知られる。この記事には、パブリックドメインであるグレーの解剖学第20版575ページ本文が含まれています。ありがとうございます。